前もものマッサージたくさんやってるし、エステにも行った。スクワット、有酸素、食事制限、全部やった。それでも前もも張るし、お尻は大きいし、裏ももセルライト取れない。そんな方は、裏ももお尻の筋肉をうまく使いたいことが原因です。後半に、四つん這いにしたことが入ってます。上向きに寝て、スマホ見ながらやっていきましょう。膝を曲げた状態から、片足ずつ伸ばし切りましょう。しっかり伸ばし切ることで、膝上の肉を撃退していきます。この動画は1回で効果を実感していただくためにいろんな種目が入ってます。なので20秒おきに種目が変わっていきます。こんな感じで次の種目はネクスト出ますので確認しながらやっていきましょう。 OK、 次は膝曲げたまま外に股関節開く、閉じる、繰り返していきましょう。ふう、ゆっくりなので限界まで開いてしっかり膝と膝つける。ふう、閉じるときに内ももを意識していきましょう。ふう、ゆっくり大きく閉じる。 OK、 ふう、ラスト1回やっていきましょう。 OK、 次足持ち上げます。ちょっとお尻を浮かせたらパタパタ動かしていきましょう。腹筋にも効いてる感じあると良いと思います。お尻が上がらないよって方、空いてる手をこうやってお尻の下入れるとお尻を持ち上げやすいと思います。呼吸は止めないように意識を続けましょう。よし、OK。次、このまま足上げたまま、ぐっと足を持ち上げる。ちょっとお尻を持ち上げるイメージです。下っ腹、腹筋、触って効いてる感覚あれば OK です。きつい。しっかりお腹意識しましょう。この次、休憩ストレッチなので安心してください。ラスト1回上げましょう。よし、OK。足肩幅ぐらいに広げて左右に振っていきます。これは休憩のストレッチです。股関節をね、動かしてます。こう呼吸を止めないように意識してやってみましょう。結構長い動画なので、途中でね、もちろんサボってもいいですし、間々にこうやって休憩ストレッチが入ってますので、自信ない方もね、安心してください。OK。次。こうやって足閉じたままパタパタ足を持ち上げながらパタパタしていきましょう。ちょっとねお尻が持ち上がるぐらいまで上げるといいと思います。内もも使ってパタパタ、きつい。腰が痛い人お尻の下に手を入れて持ち上げてあげるとね良いと思います。 OK、 そのまま足下ろさないで膝を開く、伸ばしきる、開く、伸ばしきる。これもね、腰が反っちゃわないようにしっかり腹筋力入れておくか、手をお尻の下入れておきましょう。枕とかクッションをお尻の下に入れて腰が反らないようにするのもね効果的だと思います。しっかり開いて伸ばしきる。 OK、 休憩です。膝を伸ばしてちょっと肩幅より広めに開いたら股関節内外に開いていきましょう。つま先をしっかりねじる。この付け根からね動かすイメージで行っていきます。呼吸は止めないようにして、もし腰反っちゃうよって方はね膝曲げたままで OK です。片足ずつ股関節外回ししていきます。右足からゆっくり大きく外回ししていきましょう。腰が反っちゃう方、この反対の足をねこうやって曲げておくと反りづらくなります。でこれ股関節ゆっくり大きく普段動かさない範囲で回しましょう。ゴリゴリ鳴っても痛みがなければ特に問題ありません。 OK、 逆足いきます。左足です。ゆっくり大きく外回し。逆にゴリゴリ鳴って痛みがあるって方はゆっくり小さく痛みがない範囲で回すと良いと思います。でもしねどうしても股関節ゴリゴリ気になるよって方は概要欄に貼ってある教科書で股関節ゴリゴリね解説してるのでぜひ見てみてください。 OK、 次膝伸ばした状態で右足つま先外向けてそのまま真上に上げる。内もも付け根を使ってます。つま先はしっかり外向けておきましょう。でこの付け根触ってあ動いてるなって感覚あればいいんですが、これ結構難しいです。つま先しっかり外、股関節外ねじったまま真上に上げるとこの付け根があ動いてるなって感覚わかると思います。OK、 逆足いきます。左足つま先外向けてしっかり真上に上げる。左の内もも付け根を使いましょう。
もちろんこれ多少前もも力入っちゃうんですが、内ももがねこうやって動いてるなって感覚あればそれで OK。 わからない方ゆっくりでいいので意識しながらやってみましょう。練習するとできるようになります。 OK。 次休憩のドローインです。膝曲げたまま深呼吸しましょう。お腹膨らませて吐いてふうへこませる。自分のペースで深呼吸しましょう。あくまで休憩なのでそんなにきつくねドローインしなくていいです。ゆっくり深呼吸、ふうしっかり吐いて、ふうよし OK。 次は膝と膝つけたままお尻を持ち上げます。裏ももお尻の筋肉を使ってお尻を持ち上げる。こうやってね裏ももお尻触って、あ使ってる硬くなってるなって感覚あればそれで OK です。ふう膝同士つけておいた方が裏ももお尻に効きやすくなっていきます。ふうラスト1回 OK。 次は右股関節内回ししていきます。さっき外回ししたので内回しです。これもゴリゴリなっても痛みがなければ問題ないです。普段動かさない範囲でゆっくり大きく動かしていきましょう。痛みがある方はね小さくゆっくり痛みがない範囲で行っていきましょう。 OK。 逆足いきます。左足大きく内回しです。もしねこう周りの壁とか何か物に当たっちゃいそうって方は当たらない範囲で大丈夫です。余裕がある人はしっかり大きくね内回ししていきましょう。これ意外とね難しいですよね。僕も結構今やってて難しいなと感じてます。 OK。 次脇腹ストレッチです。左手で携帯持って右足こっち持ってきて左足を上に乗せます。右手をバンザイしましょう。右手と右つま先ぐーっと引き離す。脇腹脇の下伸びれば OK です。これもあくまで休憩ストレッチなので、あ伸びてるなーって感覚がねちょっとでもあればそれで OK です。ふう OK。 逆いきましょう。左足を右持ってきて右足上に乗せます。左手をバンザイしていきましょう。左のつま先と左のね手の指先なるべく引き離すと左脇腹脇の下伸びてくると思います。ちょっとねもうきつくなってきた方安心してください。この次も休憩の種目です。OK。 こう膝曲げたまま右のふくらはぎを左の膝に当てます。こんな感じでねこすって右のふくらはぎを左膝でマッサージしていきましょう。こうやって前後で動かしてもいいし左右に動かしてもいいし、こうねゴリゴリってするとこ狙ってやってあげると良いと思います。きつい。逆足いきましょう。左のふくらはぎ右の膝に乗せます。ゴリゴリってやっていきます。ゴリゴリゴリっとふくらはぎをね前後でもいいです左右でもいいのでゴリゴリ動かしてやっていきましょう。呼吸止めないようにしましょう。 OK。 そしたら膝曲げた状態でつま先だけ持ち上げていきます。こんな感じ見えますか。ふう本当に硬い方ねこれだけでも釣りそうになるかもしれないです。釣りそうにならない範囲で OK です。ふうゆっくりつま先上げる。ふうもしきつくなった人ついてこれない人休憩してもいいですよ。 OK。 次自転車こぎ軽めにやっていきます。ちょっとねお尻を持ち上げて腹筋にも力入れておきましょう。もしねこの動画20秒起きでペースが速くてついていけないなって方再生速度をね遅くするといいと思います。やり方概要欄に貼っておきます。サボってもいいし再生速度下げてもいいです。自分のペースでやっていきましょう。 OK。 次休憩のドローインです。膝を曲げたまま深呼吸しましょう。息吸って吐くとき下腹をへこませる、おへそあたりをへこませるイメージやっていきましょう。ふー深呼吸はね自分のペースで大丈夫です。ゆっくり吐きましょう。 OK。 次は足をですねこうクロスしながら上げていきます。上げて腹筋意識して
クロスクロス、ゆっくり下げて、ふう、腰が痛い人お尻の下に手を入れましょう。ふう、クロスしながら上げて、クロスしながら下げる。ちょっとこれきついですね。頑張って。きつい。ふう、きつい。次、膝曲げたまま肩幅ぐらいに広げて左右に倒していきます。皆さんついてこれてますか？きつかったらね、一種目飛ばしてもいいし、最後の10秒だけ休憩してもいいし、再生速度落としてもいいです。自分のね、やりやすいペース見つけて習慣化ね、できるようにやっていきましょう。OK、 次、自転車こぎ行きましょう。さっき軽めにやったんですが、結構きつめにやりたいですね。できるだけ高く大きく、さらに余裕があったら上半身浮かせるとめちゃめちゃ腹筋効いてきます。頑張って大きく早く、あのね、膝が顔当たったりしないようにしてくださいね。頑張って頑張って頑張って。この次の種目からうつ伏せでクールダウンのストレッチ入ります。こんな感じで前ももの筋肉太り防止の種目なので、最後まで一緒に頑張りましょう。 OK、 これでうつ伏せになりましょう。スマホは顔の前に置いておきましょう。じゃあこのままかかとをお尻タッチするイメージでパタパタしていきましょう。こう裏ももとお尻の境目あたりをね、こう使ってるなって感覚あれば OK です。わからない方こうやって触ってみましょう。これちなみにね、ストレッチに見えないと思うんですけど、ちゃんと前もものストレッチになってます。前ももがね、筋肉太りしたくない人はこうやって最後に前もも伸ばす種目を入れてあげるようにしましょう。 OK、 次は耳の横に手をついて上半身グッと反らせます。肘伸ばしきっちゃって腹筋のストレッチです。自転車こぎとかでね、腹筋たくさん使ったのでしっかり伸ばしましょう。腰が痛くなっちゃう方、肘ついてこれぐらいでも十分で、顎をちょっと上向けるとね、腹筋伸びてきます。ふう、腰肩痛みない範囲で行っていきましょう。 OK、 次はですね、左足をこっちに持ってきます。こんな感じです。左のお腹、この辺を伸ばしてます。なるべくつま先を向こう、遠くに向かってぐーっと伸ばすとより伸びてきます。ちょっとこのね、最後のうつ伏せのクールダウンだけゆっくりしっかり伸ばしたいので、ちょっとだけ秒数をね、長めにさせてもらってます。呼吸は止めないようにして、肩腰痛みがある方は痛みない範囲で OK です。ふう、OK、 逆足いきましょう。右足を左こっちに持ってきます。なるべくつま先遠くにぐーっと伸ばす。右のお腹伸びる感覚ありますか？呼吸は止めないようにしましょう。腰が痛い方、痛くない範囲でもちろん OK です。ふーん、右のお腹全面伸びてれば OK です。ふーん、よし、 OK、 戻りましょう。最後、前もものストレッチします。左手で左足首をつかみましょう。こんな感じで左の前ももが伸びれば OK です。上半身はね、楽な体勢でいいです。いまいち伸び感ないよって方は、膝をね、床からこんな感じでちょっと浮かせてあげると伸びてきます。ふうふう、あんまりね、肩力入らないようにすることと、腰痛い方は無理しないでください。前もも伸びれば OK。 ふうふう、呼吸は止めない、肩は力入れすぎないようにしましょう。ふう、 OK、 最後右手で右足首掴みます。ぐっと引いてみましょう。右の前もも伸びれば OK です。皆さん、一応ですね、ちょっと今日取ったアンケート結果で、足パカとかこうどうしてもご自宅の中でスペースがなくてできないって方がいらっしゃったので、今回はもうスペースを使わずにね、足パカとか体ねじるとか種目をゼロにしてやってみました。これどうでしょうか？この方が習慣化しやすいって感じたら、あのコメントにね、足パカない方がいいって書いてもらえると助かります。でぜひ最初に太ももまで計測した方は、終わった後ね、もう一回メジャーで測ってみると違いがわかると思います。ビフォーアフター、あの写真とかでね、結果出たよって方は DM いただけると助かります。
よし、OK です。まず四つん這いになりましょう。膝は骨盤より少し広めに開いて、手は肩の真下につくイメージです。で、つま先立てましょう。この状態でお尻を後ろに引いていきます。戻す、引く。NG パターンはこうやって腰が丸まっちゃうと NG です。ちょっとわざと反り腰作るイメージで行っていきましょう。ぐっと引いた時に股関節の前面が縮まって、お尻、裏ももが少し伸びる感じです。肩は力入れずに、呼吸止めないようにゆっくり行っていきましょう。ラスト1回いきます。グッといきます。よし、 OK。 次はもう少し大きく今の動きやっていきます。いきますよ。前にグッと押し出す、後ろにグーッとここまで引く、やっていきましょう。グッと引き出す、腰は反らしたまま後ろにグーッと引く。腰、肩、痛みある方は痛みない範囲で行いましょう。腰が丸まらないようにして、できる限り前に骨盤出して後ろにグーッと引く。しっかり引き切る。股関節硬い人はこの付け根がね、引っかかる感じあると思うんですが、痛みがなければ OK です。しっかり引く、 OK です。では次は右足を前、こんな感じですね。こんな風に右足を前に出した状態で体を前にグーッと倒していきます。右のお尻が伸びます。いまいち伸びないよって方はちょっと角度変えてみましょう。こうやって足を前に出してみたりとか、ちょっと手前に引いてみたりとか、右のお尻が伸びる角度探してみましょう。余裕があればね、こんな感じで前に倒れちゃってもいいと思います。で、どっちかっていうとこの足をこうやって前に出した方が強度は上がります。きつい。 OK。次、逆足いきます。左足を前に出します。こんな感じですね。これで前に体を倒します。これ目的はお尻伸ばすことです。お尻が伸びてれば僕と違うフォームでも OK です。伸びない方はちょっと足をね、前に出したり手前に引いたり、もしくはちょっと体をね、ねじったりとかして自分でお尻が伸びる位置探してみましょう。お尻が伸びてれば OK です。呼吸止めないようにして、あんまり肩で力入れすぎないようにしましょう。 OK です。次、そのままベチャッとうつ伏せに寝ちゃいましょう。次はパタパタ足を動かしていきます。かかとをお尻につけるイメージです。で、お尻、裏ももを使ってる感覚あれば OK です。結局ほとんどの方がここ裏ももお尻をね、使えてないことが反り腰とか、太ももがね、痩せない原因だったりします。こうやって触って動いてれば OK。 呼吸は止めないようにしましょう。この次の種目でもうちょっとね、裏ももお尻強度強めで片方ずつやっていきます。 OK。 次は右足を左足、こんな感じで乗せます。で、このまま左の裏ももを使って持ち上げる。左の裏ももお尻、境目あたりですね、こう力入ってれば OK です。余裕がある方は右足をこっちに負荷かけながら、左足でこう押し返すイメージでやってみましょう。負荷かけて、きつい。裏ももお尻使えてればそれで OK です。呼吸を止めないでしっかりやっていきましょう。あんまり肩もね、力入れすぎないようにしましょう。ラスト1回グッと上げて OK。 次、逆足いきます。左足を右足に乗せます。このまま右の裏ももお尻使って上げていきます。しっかり上げ切る。呼吸は止めないようにしましょう。小裏ももお尻触って動いてる感覚があればそれで OK。 余裕があればね、左足で負荷をかけながら右足でこう抵抗するように、反発するように上げる。負荷ありだとね、一気にきつくなります。ラスト1回しっかり上げ切って、よし、 OK。 最後もう1回だけ四つん這いになりましょう。結構背骨周り、背中周り硬い方多いので、四つん這いになった状態で背中を丸める、しっかり反らせる。繰り返していきましょう。こんなにね、丸めらんない、反らせらんないよって方も大丈夫です。自分ができる範囲でね、
痛みがない範囲で行っていきましょう。この動画はね、ストレッチやる前にもおすすめなんですが、朝ね、出勤する前とかにやっておくと、めちゃめちゃこう自転車とか、ヒール履くときとか階段登るとき負担が減るので、かなり前もも内もも気になる方にはおすすめです。この動画は終わった後にやるおすすめのストレッチ概要欄貼っておくので、もしねまだ余裕ある方はやってみましょう。よし、 OK、 お疲れ様でした。この動画良かったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。僕と一緒に頑張りましょう。